この山道を通って三条に向かって息子さんのために支えていこうとしましてですね、登っていこうとされたわけですけれども、山があまりにも厳しい、険しい、そういう中で息子さんの方がお母さんに対して、これ以上登ると危ないのでここで待っててくださいということになりまして、お母様はここで息子さんのためにずっとですね祈願をしておられました。今から1300年の昔、修験道の開祖と言われております円の行者人弁大菩薩様が大峰で修行の折、この泥川の地に降り立たれました。その折に岩屋の中からこうこうと湧き出る泉を発見されました。その泉にただならぬ霊気を感じた円の行者様は、八大竜王様という竜神様をお祭りされました。以来泉に龍が住んでおられるお寺ということで、この地を龍泉寺と名付けたのがこのお寺の始まりです。その間1300年間、全国から大峰に修行に来られる山伏行者たちをこちらでお迎えし、そして大峰へとお送りする役目を担うお寺となっていきました。この泉で満たされた池では、修行者の禊を行う水行場、また八大竜王様をお祭りする八大竜王堂、そして撫でると軽くなり、叩くと重くなると言われる撫で石など見どころもたくさんございますので、どうぞ皆様竜泉寺までご参拝ください。Thank you.
この鍾乳洞の中には、非常に珍しい金糸銀糸という、ストロー状になっている鍾乳石、いわゆる学名ストロー鍾乳岩という他の鍾乳洞では見られないような鍾乳石もあります。ここ天川神社は1300年以上の歴史を持ち、日本の三大目大天とも称される、御祭神は弁財天大神様をお祭りしております。弁財天は水の神、才能の神、芸能の神とも称され、特に芸能の神としては日本の古典芸能である能楽に深い歴史を持つ神社でございます。能面能衣装と重要文化財が200数点もあり、現代ではこの能舞台において年に3回の能楽が奉納されております。天川にお越しいただいた皆様は、この神様の気を触れ、そして癒し気づきを受けて、ただいま多くの方々がお参りをしていただいておる神社でございます。